了解しました。ファンハンから連絡いたします。13時04分モニタリングポスト3番付近が 229.7 マイクロシーベルトパーアワー、中性子については検出されておりません。繰り返します。13時04分モニタリングポスト3番付近、ガンマの値が 229.7 マイクロシーベルトパーアワー、中性子については検出されておりません。以上です。土地余裕の可能性が絶対否定できないんだなっていう問いに対して、まあ、あまりその強く否定もできないから、調べてからという感じも含めて、それでちょっとモヤモヤになったところを、土地余裕可能性ありと、まあ、直接は答えてませんけど、まあ、そんな雰囲気を取られちゃったというのが事実。2号機、水位低下、少しよりちょっと早くなってまして、2号機対応、原子力と予想します。申し訳ない、もうこれはね、ほとんど余裕がないんで、例えばもう修理しながら、ある程度その使えそうだと思ったら、5をかけることもあるから、そういうことも含めて、14時半までには終わりたいんだけども、それぐらいの目標でやろうじゃないですか。お願いします。キョウさん、はい、すみません、違う、いや、これでいい、これで、いや、これでいい、これで、2号機はもう時間的な余裕がないでしょう。はい、あまりありません。したがって今の、はい、所長の判断のように、はい、現地対応で、はい、何とかやるより仕方がない、はい、ということで、はい、そのための、はい、対策とか支援してほしい。はい、わかりました。